けまくっていいよ。俺めっちゃ逆走するから。入れまくる逆走しよう。オッケー。さあ帰りましょうね。これはすごい。これ最高だね。初めて見る景色だな、さすがに。ドレッドハンガーは協力と裏切りのサバイバル人狼ゲーム。北極を旅する8人の探検隊の中に2人の闇の傀儡が潜んでいる。探検隊は船に燃料を入れ前進し、4日以内に脱出できれば勝利。しかしマップの最後には氷山があり、ニトログリセリンという爆弾で破壊しなければ脱出は不可能だ。探検隊には8つの役職があり、それぞれ異なる能力に秀でている。各々役割を果たし脱出までたどり着こう。一方で闇の傀儡は制限時間内の脱出を阻止できれば勝利となる。傀儡はゲージを消費することで視界を悪くするホワイトアウト、ゾンビを召喚する傀儡召喚、透明化して高速移動ができる幽霊歩きという3つの特殊能力を使用することができる。しかし能力を頻繁に使用するためにはトーテムを制作しなければならない。また傀儡の撃退には6桁のパスコードで開く武器庫のマスケット銃が大いに役立つはずだ。全てのプレイヤーは死んでも一度だけ船の牢屋からリスポーンすることができる。牢屋から出るには鍵で解放してもらう必要があるが、傀儡は幽霊歩きを行い自力で脱獄が可能だ。会話や残された証拠から推理し潜む傀儡を探し出せ。極寒の地北極で勝利を手にするのはどちらの陣営か。いざヨーソロお願いします。お願いします。どのタイミング。ここです。ちょっと待って、クラッチャーある。これ頼むぞ、マジで頼むぞ。うぅ、ここです。あ、待って、これ熱いんじゃない。いやー、まあ、今度こそだろうな。これってあの樽継続ですか、もしかして。なんで急にそんなこと言い出すんですか。これ強そう。いや、めっちゃ足割れてるけど、あれ。あー、なるほどね。あ、欲しいんだ。ちょっとそうですね、ホタル欲しいなとか。欲しい。やっぱりリンさん黒いな今の。え？いや私今回強そうなんで手札が。うわー。強いわ。せっかく強い。逆に出たらよかったもん。なんかスッキリする。強い。気をつけます。慈悲をお願いします。慈悲を。慈悲を。ご慈悲。ご慈悲を。アーメン。先に慈悲予約しとくんで。あ、慈悲予約。また起こしてあげるからね、センタン。ありがとうございます。もう二度と起こさないからね。今の四つ葉なんだ。起こさないよ。また起こしてあげるからね。今回でも男性もいいからね。ありがとう、ゆつや。起こさないからね。5個で燃えたんだ、結構すごい。ちょうど3分です。ちょうど3分が多分入れてたんだったら、何？何？望遠鏡の使い方が出てる。僕ね、望遠鏡の動画よく作ってます。あー！振りかぶりながら来た。なんか眠い音しましたね。でもこのもう音でスコップってわかんないよ、これ。ちげえよ、音でわかんない。聞きやがった。いや、全然違うわ。スコップだけ音特殊やねん。そうだった、そうだった、いいよ。何が、船が？船が速いの嫌がるのはもう完全に傀儡ですよ。リンさん石カバン1個漁りました。ありがとうございます。あら、やばいな。アヘンチン出なかったので辛いです。解毒作れなかったら石カバン開けた意味ないぽよ。このせいだな、オークに殺されたのは。間違いない。包丁ね、リーチ短いからまとめて倒せないし、誰か連れてくのが一番良さそう。バゲンだね。俺じゃない。なんかちょっと重い。どうしようか。わあ！
番ダメージくれ俺これ。センターここで狼死んでるよ。はいはいはい。あはい。出す。今回天影ですか天影？はい。はい。そうです。ここの骨あさらないかけまる。よ。どっちなんだ。今めっちゃライウタガサルに。一気に変わりました。本当にやっぱ人間って印象結構変わるもんですよ。うん、でもそういうもんだよ、ね。どうしようかな。登る？いいか。みんな結構動いてるしね。あ、俺が登りますよ。じゃあ。あ、了解。作ったんで。はい。いてらー。可愛い皮はありますか？可愛い。もうちょっとタレで焼いちゃった皮しかねえな。そこの石炭も多分持って帰ってくれるのか。泳いですねこれね。高い傀儡だな。動いてないやばい。スルー。え、大丈夫？オオカミから剣出てます。出るよ。危ねえ、下手だった。今俺めっちゃ下手だった。やめよう。これジャンプしながら回収ができねえんだよな。お茶作るか。酸素できんねえ。危なかった、マジで。川はありますか。ずーっと川探してるやついんな。誰かお茶2個作ったんで、俺と乾杯してくれる優しい人いませんか。あ、ください。アフタヌーンティー。2回は。あ、ありがとうございます。エラローリー。アフタヌーンティー。アフタヌーンティー。ヘイ。チェーシー。はい。よし、じゃあ2人でドクロッか。やば。バチで引いてる。そう。そんな傀儡いたらちょっと怖いわ。よくな、石炭めっちゃ集めてくる。あ、あのね、一番少しか集めてない。ちょっと回避で奥行くの怖かったから。ちなみにね、セルフィーさんが帰ってきたわ。あの左のとこ登ったらしいから、石炭4から6ないとおかしい。あら、いいじゃない。あ、4つは持ってきたんすけど、うん、その下の石炭持てなくて、今まだ入ってますね。オッケー。あ、入ってるの。あ、入ってんの。じゃあ持ってくる。開けるだけ開けたんで。あ、ライト君がいた、ライト君がいた。ライト持ってくる。オッケー。こんなに入れたら大変なことになるって。運転が。あ、石炭入った。はい。石炭じゃない。帰れ。回復。石炭入ってない。あ、待って、今、待って。ヤマンさん。違うよ。ヤマンは今入ったの。あ、今入った。本当に。セルフィーさん今ここ誰か出てきました？食べ物いやー。あ、ヤマンさん。これ僕が入れたの。本当に1個は僕が。やつは山さん入れた。上から。スコップ取り。え、なんで今石炭抜いて黙って抜いたの。怖いよ本当に。サーベル渡さなきゃいけないんだ。小春さんに言ったの。2個入れたって上に。あ、なんか上から、上の部屋から出てきたんで疑いました今山さん。そう。上から2個入れたのこれを。いや入ったでしょ影は。セルビさんこれ入ったでしょこの2個。待って、船に。とりあえず入れて燃やしてほしい。じゃあ入れて燃やしてほしい。はい。全然入れます。ちゃんと入ってる。あ、僕が入れた分は取ってるんで、これ一人に見た方がいいと思うんで、うん、そう、それがいい、それがいい。見た方がいいんで、僕が見ます。はい。僕は両方。ライトさんのもう一個あるんで、これ。あと誰？これって入れますね。俺一個触りますよ。いいっすか？はい、いいです。あ、ちょっと石炭入れないよ。少し食べてほしい。あ、了解。じゃあ入れない。入れてない。てか、ヤーマンさん以外入れれた人いんの今。だって四つ葉が運転だったんでしょ。で、セルフィーさんが。四つ葉運転だった。セルヤーマンの二択じゃないの今のって。あ、まあ僕がだからは入れて自演か。目山さんあ、パン君はどこにいるの。あ、パン君は右にいるわ。パン君船にいた。船にいた。あ、じゃあその3択だ。あ、離れときは離れてます、はい、いや、ヤーマンさんでもどう考えて上から出てきたけどな。
あと上に石炭を入れようと思った瞬間に火薬が鳴ったの。あーなるほどね。寄ってみといてよ。寄ってみといて。はいのいのいよ。ちょっとね。パン君帰ってくるなら帰ってきなよ。あ帰ってきたわ。帰ってきてる。もう一丁かますわ。はい。集中。もう一丁かますてなんだ。え今どのくらい？集中あります。はーい。すごいタイミング。あります。キッチン前ちょっと右、ちょっと右だけ入れてまっすぐでいい。出ます。あてかこれから左 ぐるっとルートね。オッケー、まっすぐでいいよ。シチューもらいます。一応ゴールド免許なんで。あの車の免許絶対船舶には使えないって。あ本当ですか、うん、どう考えても無理やって。ぶつけておりません。あでも確かにもしかしたら多少使えてんのかも。結構入ってるからこれ船もう町まで行けるね。やばい。スクラップある？シチューあげれます。あとキッチンあげれます。了解。はいはい。離脱してないですね。左前がかえなんて言うんだっけ、集落。左前集落です。ありがとう。どんどん行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。キーミーバスベスフェン。あありがとう。どっかに入れときたいなこれ。はい。アスレビーさんこれ。まあいいや。はい。あ、ありがとうございます。誰かさスクラッパー待ってない？支柱が欲しいよ。でないですね。ねかん。どこだ？あもうゾンビだ。島。めっちゃ島だ。どこだ？ゾンビだ。あこれあれ。止まりました。了解です。集落集落。これ次大量に入ったタイミングで入れよう。ずっと寒いって言ってるな。運転ずっとしてたの。怪しい。ヤーマンさんは可愛げがありますよ。なんか不思議なね。なんか弓を取れてる。え？それ俺が傀儡打とうとして。ああ。まあ私四つ葉はほぼ傀儡だもんね。なんかもう見た目が。はい。どうした？全部聞こえてるよ。さっきから悪口。何？ちょごめんちょっと電波悪い。ちょ電波悪いわ。あ、ちょ痛いです。死ぬ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 、やめてもらっていいですか。死にます僕それ。誰か銃弾取っていいよ。そう、医者だった私。医者でしたか。ね、医者でしたか。医者でしたか。あ、間違えた。医者が一番いいよね。マジで傀儡俺に来てくれ。切な願いは。いやもうちょっと待って、当たってるから今って。外来ここにいるよ俺。スクラップ欲しいな。ここにいるよ。なんか熊の声したな今。あどうした熊来ました。パン君が熊呼んできた。あパン君が来た。おーちょっと船戻ろう。ヘイト買って下ろしますこれ。ナイス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 。あ、船遠い。でも行った方がいい。一応とりあえず降りた方がいい。あ、多分ね、俺が今弓打ったんで下行くんで僕頑張ってあれしますから船戻っていいっすよ。了解する了解する了解する。はい。あ、誰かまたヘイト買っちゃったかも。あ、誰かターゲット向いてる。あ、向いてない。向いてたり向いてなかったり。ラジバンダリー。あ、弓落ちてるな。ヤーマンさんでも一応すぐは行かない方がいいです。怖いから。すごい、このタイミングでとても立ってたのすごいな。うん、助かる。え、なんか近い、めっちゃ連れてきてる。あ、だかん。セルフィー君いってる。あ、大丈夫。いける？戻れる？リンさん。あれ、なんかどんどんなくなった？シチュー。あれ？あれ？はい、この人。誰だ？あ、いいの？やったー！あ、ナイスー！ナイスー！みんなの名前。ごめん死んじゃった。タイマル申し訳ない。ふざけじゃねえ。まったくだよパン君。どうすんだよ。これからどうやって戦ったらいいんだよ俺。罠なくなっちゃった。罠置いて俺船内で山さん殺そうと思った。自分の作戦を全部言ってくれる。え、どこやったんだ。え、でもクマ多分戻っ…あ、クマどこにいんの。あ、セルフィーさんが連れてった
どっかにクマ。じゃあもう出ていいな、じゃあ。うん、なんかね、え、俺どこやったんだろう。溜まってる間にニートロ行こうよ。そうしよう。あ、多分ね、池あの高台の方にクマさん出てってる。すごいことしてるな。え、俺どこやった。幼稚園シチュー取ったかな。あ、これでよかった、やっと注射作れる。体力2個とつ今回。でも体位召喚されたんでしょ。まあでもヨチはたくさん食べてほしいけどな。いっぱい食べる君が好き。そういうこと。あ、間違えた。ヨチからターゲットに行ってほしかったね。骨の石炭抜かれちゃってんね。トーテム立てたいな。石炭がもろもろ抜かれてるよ。あ、持ってますから。うん、全然ない。あ、でも前は私取りましたよ。ああ、じゃあいいや、じゃあいいや。なんだ、そういうことか。量です。これ船ガラ空き、もしかして戻った方がいいかもよ。あー、どうかな。船誰もいね。船誰もいなくない？これダメだな。兄さん、進めれるだけ進めちゃった方がいいかも。もう、たぶんニトグリ組がニトグリ組、ん、ニトグリ組がニトグリ言ってくれてるから。そう、進めた方がいい、これ。今ちょっと呼ばれないようにずっと後ろに呼びとどめてるから。うん、進めてほしい。開けてくれよ、キッズ。誰がキッズじゃい。あ、パン君出てた、パン君出てた。あ、はーい、入れたよ。了解。あ、じゃ運転任せるわ、俺。ちょっとセルフィーさん、まだクマとだ、まだクマと追いかけっこしてる。まだ見て、あれ、まだクマと追いかけっこしてるんだけど。やば、マジで。マジでやばいな、本当に。本当にやばいな、まったく。まったく本当にやばいな、リンさん。影丸さん黒、影丸さん黒だよ。まったく本当にやばいんだから。影丸さん黒。セルフィーさん、僕これ砥石ついてるんですよね。やばい。お、やばい。よし、やばい。じゃい。よし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 。これ見たら。逆走しよう。みんな帰ってきて。よし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 よ。めちゃくちゃ気持ちいい逆走だな。夜で見えないのがちょっと不便だけど、 V キー使おう。一旦めっちゃ持ってるんですね。やばい、これいいこと。あ、やめとこう。いい、あ、いや、あ、いいよいいよ、俺 V キー使うから。やめるか、オッケー、残しとく残しとく。あ、オッケーオッケー。あ、当たっちゃった。全然見えねえや、前が。やばい、誰か気づく。いや、まあでも気づくとはさすがに思うけど。あ、ほらやっぱニトロはやってるから。いや、もう帰ってこないです。ニトロっすよね、やっぱ。あ、ニトロ行きます。あ、ニトロ行きます。がっつり逆からすげえ。いや、めちゃくちゃ楽しい。クマにお湯飲ませる。めちゃくちゃ楽しいでごわす。入れるよ。はいよ。これは目覚めたら俺ちょっと慣れとったけど。あ、ほんと？結構当てながら戻るね、じゃあ。当てなくてもいいな、ここまで。スピード出るから当てなくてもいいかも。当てなくてもいいかも。うん、なんかね、当て、普通に当てない方がむずいわ、結構。てか寒い寒い、ちょっと、あ、待って、あれあったわ。交代する？いや、ランタンあった、ランタンあった。食べていい、お肉落とす。あ、ありがとう。あ、燃料切れたよ。おーい。あ、なんかリンさんが持ってた分の燃料入れた？うん、全部入れた、タルも入れた。オッケー、じゃあご飯ちょっと食べるわ。リンさん、石炭持ってたの？
持ってたよ。あー、ありがてえ、マジで。影丸さんがさ、石炭持って一緒に帰られてる。でもあれ、クルーでもそうしないとやばかったもんね、だってね。だって、めちゃくちゃみんなニトル行っちゃったから。そう、もう誰も帰ってこないっていう。帰ってきてない、帰ってきてない。オッケーオッケー。僕で集めるわ。オッケー。リンさんの体はバラバラにして捨てとくね。これは愛のあるバラバラです。愛のある。よし、木あるよね。木、あ、木ない？あ、もう捨てちゃった。いいよ、進めていいよ。ちょうどいけたけどね、これちょっとやばいっすね。逆走されたら。あったあったあった。ありがて、あ、ちょ、あ、しまった、これ多分毒だ。やっちまった。一軒、一軒家の近くじゃない？真ん中がちょうど中、あの中間だから、多分一軒家の付近だと。あ、これ足りねえ。オッケー、木材13枚持ってきた。オッケーオッケー、トーテム1個建てたいから1個ちょうだい。あ、いや、1本建ててる、建ててる。あ、いや、もう1本建てれるよ。あ、持ってない、持ってる。あ、どういうこと？うん、そうそう、俺が建てれるから1本だけ欲しい木。オッケー、木材あげる。ありがとう。運転席に置いとくわ。ありがとう。これは熱い。運転席のどこに置いた？二軒家行ったらもうちょい素材入んねえかな。え、木、あ、あったあったあった。立てておくわ、じゃあここにトーテム。立てよう。ありがてえ。もういや、一番見えるところに立てるのが一番いいでしょ、これ。このわしゃわしゃと共に帰ろうぜ。帰ろう。じゃあちょっと一発帰れしようか、打っとく？いいよ、レベツ打てるよ。うん、じゃ一番遠い人間に打っとくね。一番手前、はい、一番奥、一番奥。あ、オッケー、ナイスー。俺もちょっと資材集めて進めよう。やっぱクルーは船進めないといけないからな。やっぱクルーは船進めないといけないんで。これは冷静さが出たね。あ、なんかここに立ってる。まあ、船戻っとけばだったな。いや、そうなんですよね。いや、石炭、え、船進めて。お、一人死んだね。おかえり。やられた。やつはおかえりだよ。頑張れ。パン君、どうなった？どうなった？これ。これ今ね、ハイライフに乗っ取られて、もう完全に乗っ取られてますね。ようこそ、我らが船へようこそ。いや、天才すぎる。どう、木あった？木あった、木15枚、石炭2個、これで行こう。あ、オッケー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 。よし、じゃあどんどん進めようぜ。進めよう。多分ね、ライトさんたちが今戻ってきてくれてるから、ライト。テンパって戻ってきた？いや、まだ戻ってきてないね。集落に3人いるから多分3人一斉に戻ってくると思うよ。あ、ごめん、パクそこ。スーパーポンコスプレーかました。オッケー。パクパクパク。いけー、ゴールに。よーし、ゴール行こうぜ。よーし、ゴール行こう。これはすごい。これ最高だね。見栄え、初めて見る景色だな、さすがに。あ、当たっちゃった。あらあら、当たってしまいましたね。さすがに初めて見る景色だな、これ。あ、帰ってきてる、帰ってきてる、帰ってきてる。あー、この辺だな。じゃあ、ぶつけとこうか、もう一個ラスト。あー、これ当たんないかも。あ、でもこれ以上ぶつけても意味ないかな。いや、あるな。あー、止まっちゃったよ、パン君。あ、おかえりー、おかえりー。どう？船乗っ取られてますよ。楽しかったか？楽しかったか？旅楽しかったか？旅もいっぱい持って帰ってきたよ。おかえりー。おかえりー。影丸パンク両方船にいるよ。おかえりだよ。右から行くよ、右から行くよ、みんなで。まだない。みんなで右から。あ、下おる、下おる。パンク来た。パンク来た。来た来た来た、パンク来た。パンク来たね。ナイス。当てた。ナイス。ナイス。うお、戦闘。ナイス。あ、逃げた。僕がやるんで。はい。影丸くんやりましょう。一点当ててる、一点当ててる。ナイス。影丸さん、だいぶローだと思う。上上、船の上。僕、影あります。ダウンしてます。上。
幽霊歩き解いたよ。二人とも幽霊歩き、二人とも幽霊歩き。あ、よかった、結構危なかったな。すいません、スクラップとかもいっぱい持って帰ってきたんで、はい、ちょっと使うだけですね、きついのが。了解してください。すいません。やばいやばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。はい。今2人いるよ、2人いるよ。2人いる、2人いる。船の上。今、見合ってる。来てほしい、来てほしい、見合ってる。あ、やれちゃったー。ナイス。パン君やれちゃったねー。パン君も。これ違う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 、これ。ちょっとカット入れてます。いやー、旅は楽しかったなー。早くパン君倒してほしい。あ、パン君、核入れていいですか？入れていい。結構危ないんで、もう状態。いや、だいぶ船進めたよ、これ。どうだ？ちょうどいいよ。直そう。よしよしよし。これ、右にただ行けばいいだけだから。いや、申し訳ない。ごめんなさいね、開けっぱなしで、船。いや、しゃあないっす。もう2ドル終わってるんで。ニトロ終わってるね。ニトロ終わってるね。ヤーマンさんと。これは多分俺らは次ニトロ特攻を狙いましょう。気がないか直せない。うん。あ、ちょっと待ってね。もうみんなに渡していきます。僕もいっぱい持ってるんで。あ、じゃあちょっとここで待っておきますね。オッケーです。下ちょっと掘りますね。はいはい。次第はヤーマン。早めに降伏した方が良かったか。失敗しちゃったな。ちょっと楽しくなっちゃったな。いや、これもう負けても悔いないよな。さすがにめちゃくちゃ楽しかったわ。いやいや。あ、そうか、パン君勝ったのか。人肉ありますね。いや、逃げた方が良かったか。パン君の人肉が。あ、パン君これ何回何回タルン開いてる？何回開いてる？二回ぶつけられました。二回。タルンの旗だけですかね。旗だけだと思うから。旗だけです。あのタル爆弾。これがニトロ特攻するしかなさそうですね。これは。じゃあ全然もうトーテム1個立ってるんで、これが結構でかい。高壁屋かな、高壁の。オッケーオッケー、今足あったんだ。あと2つですね。いやー、これ負けたら悔しいけど、でも楽しかったな。まあニトロ特攻しに行こうぜ。15個あります。なった。オッケー、直ります。ナイス。中5個あります。中欲しいな。影丸くん参るの、こっから。まあなんとかするしかないでしょ。でもぶちがこれ負けてもね、悔いないわ。めちゃくちゃ面白かったから。めっちゃ強いね。すげえ面白かった。せんちゃん、パン君が一角入ってんのが辛かったな、単純に。そう、でもあれはね、うまかったわ、クルーが。あ、やま、あ、これでも人肉シチューじゃないや。そうなのよね、人肉じゃないと。多分どこだ、ヤマさん。あ、パンパンにいます。バラしたやつ、コンロ入れてきますね。ありがとうございます。あ、これ逆だ、合ってるわ。一応腹は変える。ちょっとあの、自分たちのせいで方向わかんねえんだって。オッケー。さて、まあニトロしかないだろうな。ただめちゃくちゃ警戒されると思うから、後ろから行った方が強いよね。いや、トーテム1個立ってんのでかいな。これだけって全然違うね。ただ肉だけどうしても取らないといけないんで、そこで足止め食らっちゃうのが辛いか。あの毒肉刺さってくれたらいいけどな。無理だろうな。使ってくれたりしねえかな、あれ。俺がいないどっかのタイミングでファーンってなったら勝ち確だと思います。そうじゃなければ無理だね。いやー、パン君俺らよくやったよな。まあ、多分聞いてないと思うけど、いやー、これはよくやったよマジで。あ、でも止まったね。あとは石炭抜き抜きチャンネルか。いや、でも石炭抜き抜きチャンネルは多分意味ないんだ。だってもう向こうは多分あさりまくってるから。まあ、とうてもた、あー、とうても壊されたね。オッケーオッケーオッケー。まあ立てるだけ立てようか。で、ホワイトアートだな。これはホワイトアートが強いと思う。パン君意志継ぐからな。なんとかやってみるわ、やれるだけ。やれるだけやってみるわ。危ない、間違えた。なんでもう俺振っちゃったんだ。船進めようって向こうがなったタイミングでホワイトアウトと。あ、違う。
あとは火薬かな。火薬も集めといていいだろうな。いや無理だな、これもう行った、これ行っちゃった方がいいわ。もう見とろ、間に合わなくなる。あ、早かったか。じゃあ、いやでも関係ねえな、もう行くしかないな。いやきついかな、きつそう。ニトロ来るの多分分かってるだろうから火薬の方が強い気もするけど。おこれ毒入ったんじゃねえ。おこれ聞いた聞いたんですか、毒が。なんか当たってるしね、これあるね。まあマスケットは空いてるだろうけどな。マスケット1億万パーセントパーセント空いてるからもうあとはお互いが踏ん張りとこだね。これね、ちょっと柿さんがやってたやつ試してみていいですか。ここのなんか降りれるやつ試してみたいな。無理だったらごめん、無理だったらすごい恥ずかしい結果になるんだけど、やってみたいことがあって。いや俺これ 100% 見られてるよね。あれマスト上いねえんだ。あ、一人来てる、一人来てる。ライトくん、ライトくん、ライトくん、あそ会いに来たの。会いに来たんだ。会いに来たんだね。会いに来たよ。危ないね、本当にやろう。よし、もう一回行くか。と思ったが、いや、もう行っちゃった方がいいな。これ帰ってる？あれ帰ってる、帰ってる、帰ってる、帰ってる。もう一回やるか。近接ないのがきついね。寒さでなんとか…うわー気持ち悪い、なんだこれなにこれなんですかこれ。ちょっと待って、勝ったかもパンク勝ったかもしれん。なんか刺さってるぞ、多分俺が置いといた毒肉かも。いや、え、気持ち悪い。ちょっとこれスクショ撮りたい。ちょっと待って、うわー、みんなスクショチャンスですよこれ。なんだこれ気持ち悪い。山盛りご飯来た。これどうだろうね、来るかな。これも後ろ取られてたら負けるんだよな。でもこれ今取り始めた。来てないよね。一人いるな、そこ。あ、船進んでないね。同じことやるか。じゃあ結局これが一番圧力になりそうだな。いやーこれは買った臭いな。え、だったら俺これゆっくり近接作った方がよくね。あ、作れませんジジイです、本当に。これはね、貯めといた方がいいね。これどうだろうな。寝てる人いるね。結構自利品っぽいな。どこだっけ降りるの。どこだっけ、なんか2個目だよね確かね。やってみたいんだけど、その前に俺らの体力がなくなる可能性が高いが。いやでもこれ俺らあれだな、パン君落とされてからの動き良かったと思うな、個人的に。自分で確かあそこ、ここに当たって落ちるんだよね確かね、ここに。あ、違ったっけ。そうだよね、まず確かここに当たって。あ、ダメでした、さようならあ、まだいける、まだいける、まだいける
下手くそでした。でも多分あそこにうまく当たって反射してここに降りてそっから降りるんだよね。クソミスっちゃった。でもこれは勝ったなー。閉まらねえけど。パン君やったろこれ俺ら。見たことねえ勝ち方しただろ。ちょっとカキさんの動画もう一回見ようあれ。いやー面白かったなー。あ、とても立ってる。あー出迎えてくれてるわ俺のこと。でもこれ寝れるけどすぐ寒さで死ぬやつやこれ。勝ったー、毒まで全てが刺さって勝った。よかったー。いやーパン君よかったよ。あれ戻す作戦、あそこで戻そうって言われた時ハッとしたもんな俺。それだわって思っちゃったもんな。あー面白かったー。幽霊歩きで見に行きたい気持ちもちょっとあるな。あれ、あ、V、あ、V 使えないのか今。なんか寝ながら V 押したらさ、あ、あ、寝ながら V 押すとあれなんだ、なんか音は鳴るけど何もならない、視界が。これバグかな。しかも右下のあれ傀儡のやつ取れちゃったわ俺。俺傀儡じゃなくなった可能性ある今もしかして。首、変なことしたから首ですか。え、待って、首かも。あ、大丈夫でした。よっしゃー、ジジーナイスナイスジジーパンク、いや天才だわ、ほんとに。やったわ。いやすごい。やったこれは。あの、熊だけも、かげまるさん。なんすか、あれ、熊はほんとなんで来たんやろ。あ、熊はマジでわかんない。え、何で、なんでみんな死んだの。これなんでみんな途中ファンファンになったんすか。熊、クマ僕来て、あ、クマ急に暴走した。クマが毒じゃねえんだ。そう、クマが、あ、毒は先端さんやられました。あ、やったー刺さった。多分ホワイトアウト中に若干近寄ってクマが寄ってきたパターンだと思います。なの位置がもしかしたらずれて山さんヘイト買っちゃったかも。毒何に入れてたの。毒はね、あのコンロに入れた肉に入ってたはずです。あー銃が全部毒なんですよね多分。いや神、マジで神。変わらねえ俺ら二人。